こんばんは。こんばんは。今月は連戦なので動画作成が大変だなぁと思っていたら、まさかの連日の動画作成となりました。なんか YouTuber みたいだね。本当ですね。今回は時間ないので雑編集です。さて今回の話ですが、正直ないと思っていた夏の補強が思いのほか、早く来たので、定期的なシリーズものです。ネットの情報で話す新加入選手です。いつかの藤井でもやったね。ですね。なんか恒例シリーズみたいになりつつあります。誰が待っているかは謎ですが。さて7月6日に FC 大阪より坂井匠の期限付き移籍加入が発表されました。今年の夏の移籍ウィンドウは7月21日からなので、選手登録はまだだと思います。最短で7月24日のファジアーノ岡山からでしょうか。なんか検索したらロアッソの練習には前から参加していたみたいだね。なんかそうみたいですね。FC 大阪はかなり登録選手が多いので構想外になる選手も多いの、だと思います。経歴など含めて紹介していきましょう。坂井匠は山梨県出身。中学、高校はヴァンフォーレ甲府のアカデミーで過ごします。アカデミー時代の同期は岩手ブルージェ盛岡の鏡です。その後は産業能率大学に進学。1、2年時のデータは見れませんが、3年時はリーグ戦出場なし。4年時の夏より出場機会を得ます。この頃は左利きの長身ボランチだったみたいです。卒業後は JFL のラインメール青森に加入。産業能率大学の同期は、ヴァンフォーレ甲府の野沢陸、アスルクラロ沼津の篠崎輝和、福島ユナイテッド FC の上畑雄平氏、になります。ラインメール青森でもミッドフィルダー登録、ですが、センターバックやサイドバックで起用されたようです。青森で2年プレイした後、昇格した FC 大阪に引き抜かれる形で、移籍しました。FC 大阪ではディフェンダー登録となり開幕から4試合センターバックとして、スタメン。ただ4試合で7失点したからか5節からベンチ外。その後は10節にベンチだけになりました。おそらく起用されるとしたら左のセンターバックになるでしょう。今季開幕から相澤がスタメンでしたが怪我で離脱。大西がそのポジションに入っています。左には左利きを置きたがっていると思っています。打た練習参加していたとしてもかなり特殊な役割をやることになります。どの段階でフィットできるかが肝になると思います。それもあってか近年はあんまり夏に補強しないもんね。期待して待ちましょう。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録コメントをお願いします。それでは、チャオ。